さ。ウイルスの影響で渚さんの身体能力は常人の数倍に跳ね上がっているはずですから。え、国際的なスポーツ大会で全種目金メダルを狙えるぐらいです。そこらの軍人なんかよりもよっぽど強くなってますよ。そんなにあんまり自覚はないんだけど。実際にゾンビの群れを一掃できたでしょ。あれだけの群れを単独で駆除するなんてそうそうできません。それにただ身体能力が増しただけではなく、傷の回復力なども普通の人よりもずっと上がっているはずです。本当だ、ゾンビに引っかかれた傷がもう塞がってる。ウイルスに感染したからこんな風になってるってこと？正確にはウイルスに感染しながら特殊な抗体によって発症を免れているからというべきですね。ですがあくまでも治りが早くて丈夫になっただけです。切断されたりしたら元に戻りませんから注意してください。
怖っ、怖すぎるよカノンちゃん。もうちょっと私を安心させてくれないかな。ゾンビに囲まれさえしなければなんとかなります。周りをよく見て常に逃げ道を探してください。さっきも言いましたが、渚さんは貴重なサンプルなんです。あなたを失えばワクチンの開発ができなくなってしまうかも。はーい。メイドカフェは拠点としての機能を整備しておきました。休息はもちろんですが、装備のメンテや強化も可能です。装備の強化？渚さんにお渡ししたのはあくまでも対人間を想定した武器です。そのままでも十分な威力はありますが、よりゾンビたちを効率的に駆除するための強化が必要ですよ。ねえカノンちゃん、ゾンビたちって元は普通の人たちだったんだよね？あ、うん、まあ。そんな人たちを駆除するってあんまり私はやりたくないなって思って。ほら、友達とかバイト仲間とかだってゾンビになってるかもだし。そんな甘いことを言ってたら死にますよ。あ、ゾンビ化した人にはもう認知能力や判断能力はありません。彼らはもはや生ける屍そのものです。脳が侵され破壊されてしまったゾンビに残されているのはただ人間を襲うという衝動だけ。でも私はウイルスが体に入っても平気なんでしょ？いつまでも発症しないとは限りませんよ。何度も噛まれていたらもしかするといつかは。そもそもゾンビたちにバラバラに噛みちぎられても生きていられるか、自分の体で実験する勇気がありますか？それは遠慮しておきたいかも。渚さん、改めてお伝えしておきます。完全にゾンビになった人を救うことはできません。たとえワクチンが完成したとしても不可能なんです。あれは人の形をした何か。渚さん自身のためにも打つのをためらわないでください。それがたとえ大切な人であってもです。わかった。